はいみなさんこんにちは。今日はみなさんからいただいたなぜ新型コロナこと C は胸部 X 線ではなくて CT の方が役に立つのかというようなお話をしたいと思います。確かに言われてみればそうですよね。もちろん私は実は医師なのでこれは自明のことなんですけども確かに一般の方からするとなんで X 線じゃなくて CT なのかというふうに思いになるのもある種当然かもしれませんね。 その方も書いてくださってたんですが、CT の方が当然被曝量は多いわけですね。したがって被曝量が少ない検査でわかるんだったらそれに越したことがないわけですよね。皆さんどういうふうに思われますかね今日はこのことについて皆さんにお伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは C や健康医療の役立つ情報を皆さんにお伝えしております。最新の情報をお伝えしていきたいと思いますので、チャンネル登録、Twitter フォローぜひよろしくお願いいたします。そして、 じゃあなぜ X 線じゃなくて CT なのかということなんですけども、はい。CT の方が分かりやすいから、という理由ですね。ただそれだけなんですけども、結構重要なんですね。この C の肺炎というのは、初期が淡いすりガラス用の陰影を取ることが多いです。ただこれが進行してくると、ベタっとした新順影ですね。これが多発してくるというようなことがよく認められます。 サイレント肺炎なんて言いますけどもね、症状がないのに肺炎になっているサイレント肺炎、これをいち早く発見したのが日本の自衛隊中央病院ですけれども、自衛隊中央病院のまた別の研究で、最初はそういったすりガラス A ですけれども、途中から新順影になってくるというような、そういう報告もまた上がってるんですね。そのため最初は淡いすりガラス A です。レントゲンというのは、正面からが一般的で、 もちろん横からも取れるんですね。ただどうしてもレントゲンというのは、ちょうど心臓だったりとか、肋骨だったりとか、横隔膜だったりとか、他にも色々映るものがありますので、そしてまた、あくまで平面なんですね。正面と、あと脇からですね。その平面だとどうしても重なったりする部分の評価が難しい上に、すりガラス絵だとぼや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 っとしてますから、他の影、 に見逃されがちなんですよね。もちろんレントゲンもかなり熟練のレントゲン読みですと、そういったものも発見できますが、レントゲンを読む専門家、例えば放射線科などで、普段ずっとこういった毒影って言うんですけどもね、レントゲン写真などを読む経験が非常に多いし、あるいはもちろん呼吸器科だったりですと、胸部のレントゲンを見たりする機会っていうのは多いんですが、必ずしも他の科、 の意思はそればっかり見てるわけじゃないので、それを見分けるですね、テクニックというのが、もちろん一般の方よりは当然見れるわけなんですが、ちょっとした難しい影なんていうのは見落とす可能性がないとは言えないわけなんですね。そこで出てくるのが CT ということになります。CT のやはり優れてるところは、皆さんもご存知かもしれませんが、輪切りにすることなんですね。そのため一目瞭然なんですよね。こう断面にしてみると、重なっているような影、 もうしっかり検出できますから、完全な二次元ではなくて、立体的に把握することができるようになってくるわけなんですね。そして、すりガラス用陰影に関しても、CT だとしっかり検出することができます。そのため、C に関して、なぜレントゲンではなくて CT なのか、ということに関しては、もちろん CT の方が被爆量は多いんですが、ただ、見つけられなかったら元も子もないわけですよね。しかも、 C の肺炎というのは最初はそういったすりガラス A で始まって一気に広がってくることが知られています。そのような状態になると当然レントゲンでも丸わかりですけども、ただそういう状態になって果たして診断することが本当に妥当なのかどうかというのはわからないですよね。やはりすりガラス A の時にしっかり診断して適切な対処を行っていくということが重要になりますので、そういう意味ではやはり CT の方がすりガラス A であってもしっかり判断できるという点で利点もあるというふうに考えられます。 ただしかし、じゃあよく質問何にも寄せられるんですけど、前例 CT すべきかというと、それもまた違うと思うんですよね。っていうのは、たとえそういった陰影があっても自然に治ってしまうケースもあるわけですし、しかも当然それはそれとして被爆のリスクがあるわけなんですよね。そのため、じゃあ真っ先に CT をやるのかというと、そこは微妙だというふうに考えられますね。 これは多分いろんな考え方があると思いますが、やはり症状などを中心に、だいぶ PCR も行われるようになってきましたからね。PCR を受けて、そして判断していくというような考え方が、現時点では、それが一番妥当なやり方なのではないかというふうに考えられますね。言われてみて、ああ、なるほどなというふうに思いました。皆さんならではの視点だと思いますので、ぜひこのような疑問点があったら、ぜひコメント欄に書いていただければ、興味深いものは私もしっかり答えしていきたいというふうに思います。 これからも市議緩和ケア、医療健康の役立つ情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。顔のところをクリックしていただいて、チャンネル登録、いいねボタン、あといつもコメントありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いいたします。